ほう、中日、今日もマシンガン。え、何が起こってるんや。松山が打席立ってる。この監督おかしいよ。中日ドラゴンズ、もうやばいだろこれ。1イニングにリリーフ3人投げさせてバッテリーエラーの間に3点差同点に追いつかれるって、前のゲームで何を学んだんだ、来季に繋がるってなんだよ。またマシンガンかよ。マシンガン系統失敗。選手を壊すゲームしてる。続投決まってからやりたい放題やな。ルーキー松山慎也が打席に立ってまで8、9回イニングまたぎで震えてる。おかしいだろ。何今日優勝決定戦だっけ？よっぽど最下位なりたくないんだな。順位とかどうでもいいよもう。そもそもリリーフを1イニングに3人も4人も出すって、準備できてるわけないじゃんか。1人を左右とかじゃなく信じ切ろうよ。これで防御率破壊されていくのくさ。リリーフが同点9回の打席立つって。延長行ったらどうするんや。松山中日来たこと後悔してそう。絶対負けるわこの試合。